鳩山香織11月21日から1982年8月15日は日本の教育者55代内閣総理大臣である鳩山一郎の妻共立女子大学学長を務めた神奈川県横浜市出身神奈川県横浜市出身横浜地方裁判所判事で貴族院議員の寺田久史と育の長女として生まれる1九百五年に 親戚筋にあたる鳩山家の幼女となり、実名も薫から薫こと改名。その後、1907年に女子学院を卒業。1908年9月18日に鳩山一郎と結婚。1932年に清和婦人会会長に就任。その後、共立女子大学の創立に携わり、財団法人共立女子学園理事長。 共立女子専門学校長、共立高等女学校長、共立女子職業学校長、共立女子中学校校長、共立女子高等学校校長などを歴任。1951年には、共立女子大学学長に就任。また、日祖婦人婚話会会長、日本友愛青年協会理事長、東京都文京区結婚相談員。 財団法人日本へいっぱい協会会長、財団法人東京全員協会理事などを歴任。1982年8月15日、93歳で死去。死後、生余人に除せられる。ありがとうございます。